治新聞社広告局局次長中田健二様より授与いたします。中田様よろしくお願いいたします。おめでとうございます。続きまして副賞といたしましてバカラグラスの贈呈でございます。どうぞお送りください。おめでとうございます。ファンの皆様も拍手ありがとうございます。優勝おめでとうございます。はい、ありがとうございました。優勝杯の重み感じましたか？実際重たいです、はい、実際重たかったですか、はい、緊張感たっぷりの優勝戦になったと思います。そうですね、はい、緊張しましたね。緊張しました、はい、ピット離れのいい選手、伸びのいい選手いたと思います。そうですね、はい、調整いろいろ考えましたか？まあ、考えて、まあ、一番今日が合ってはいたと思います。はい、まずピット離れ、はい、ここからだと言っていました。しっかり取りました。まあ、一応大丈夫でしたね。大丈夫でしたね。そこからスタートタイミングコンマ1、3、どうでしたか？まあ、タイミングがもうちょっといったかなぐらいな感じでいきましたけどね、はい、そこから1マークも自分のターンしっかりとできましたでしょうか？ちょっとあの田上さんが見えたのでちょっとターンマーク外しましたけどね、はい、回れました、はい、そこから3周ゴールまではどんな思いで走ってましたか？まあ、なんとか逃げれたなっていう感じでしたね、はい、ちょっとほっとした気持ちもありましたか？はい、まあ、今節を振り返っていただくと、まあ、予選は2位で通過して、はい、そして、ね、優勝戦1号艇になったわけなんですが、はい、最後最高の結果で終われました。そうですね、はい、まあ、流れが良かったですね、はい、じゃあ今節のいいところは流れの良さありました？そうですね、まあ、得点トップではなかったですし、まあ、流れが良かったと思います。これでね、蒲郡のお正月レースは連覇となったわけなんですけれども、やっぱりこの地元戦での優勝、喜びもひとしおですよね。まあ、そうですね、はい、今年1年まずは幸先いいスタート切りました。どんな1年にしていきましょう？そうですね、去年も良かったんですけど、それ以上の年にしたいと思います。去年以上の年ですね、はい、いつもね、柳沢選手にははじめちゃんはじめちゃんってたくさんの皆さんが応援してくれています。では最後もう一言お願いします。はい、今年も一層一層最善を尽くして走りますんで応援よろしくお願いします。